1544年に書か,かれ17世紀前半まで後、過酷語で合計35版を発行された中世のベストセラードイツ人ゼバスティアン・ミュンスターによる著作コスモグロフィアに掲載されているアメリカ図東アジア北東の多東海の中微滅な北アメリカのすぐ西にジパングが記されている綴りはザパングリとなっている 本図は1561年の版からの着色図である。ジッパングは中世、近世ヨーロッパの地史に現れていた東方の島国、日本のことである。マルコ・ポーロの東方圏文録の写本、漢本によって一定せず、平凡社東洋文庫版の定本である。アルドリッチ英訳本では、ジッパング、フランス国立図書館、FR-1116 写本では、シプング、 グレゴワール・ボンでは、サイパング、ゼラダ・ボンでは、シッピング、ラムージオ・ボンでは、ジパングとなっている。アタゴワケでは、リッチ英訳本に基づいて、チパングと訳している。また、1525年に、プトレマヨスシート、グリニンガー・ジェイが、マルコ・ポーロの中国と伝説のジパングリを出版。同書に書斎された地図にも、ザパングリと大きく記載されている。 1544年に書かれ、17世紀前半まで後、過酷語で合計35版を発行された中世のドイツ人、ゼバスティアン・ミュンスターによる著作、コスモグロフィアに掲載されている地図にも、ザ・パングリと表記されている。同じく、アントウェルペンの地図制作者であるアブラハム・オルテリウスが1570年に出版し、その後も繰り返し再版された、地図帳。 世界の舞台に所在された東インドと周辺当初の図、インド東洋島図でもやはり、ハンク・インスラム、エム・ポール・ブネ・ザ・パングリ・ボキャットの説明書きがあり、この島をベネツィアのマルコ・ポーロは、ジパングリと呼ぶと記載されている。語源については、日本国を中世の中国語で発音した音が語源とされ、その痕跡は、クレ方言、エツ方言、ハッカ方言、方言、 そして、台湾で話される、方言の流れを組む台湾語などの現代中国語の、特に南方の方言にも色濃く残されている。ヨーロッパには、マルコ・ポーロがサパングとして、最初に紹介したと言われる。なお、10世紀頃から地理学者、イブン・フルダーズ・ビフ、イブン・カーダット・ビーなどをはじめアラビア語、ペルシア語の地理書において、後のジッパングにあたると思われる金山を有する島。 ワークアークについて、つどつど言及されている。現代の多くの言語で日本を意味する、ジャパン、ハポン、ハポン、ギアッポネ、ヤポニア、リバースなどの言葉は、一般にジパングのジパンが語源とされるが、ポルトガルが到達した16世紀頃の東南アジアで、日本のことを中国語からの借用語でジャパングと呼んでいたことに由来するという説など、様々な遺説もある。 ただし、この説は、日本人のように、N と、何を聞き分けられないはずのない東南アジアの言語を、母国語にしている人々がジャパンとジャパングとを混乱して、呼んでいたとは考えられないので、かなり信憑性が低い。現代ポルトガル語での日本の呼称は、ジャポンである。日本では、マルコ・ポーロが紹介した事実が非常によく知られており、日本の一種の別名として捉えられている。 マルコ・ポーロの東方圏文録は以下のように伝えている。マルコ・ポーロが伝え聞いたジパングの話は平安時代末期に平安経営に次ぐ日本第二の都市として栄えた欧州平泉の中村寺根治起動がモデルになっているという説がある。当時の欧州は莫大な砂金を算出しており欧州藤原氏によって国際貿易に使用されていた。マルコ・ポーロが 元王朝に仕えていた13世紀頃、欧州の豪族安藤氏は13古藩にあった13港経由で独自に中国と交易を行っていたとされ、そこからこの金色堂の話が伝わったものとされる。モンゴル帝国時代、大岩朝時代の日本館についてであるが、大岩朝後期に中書右上昇特虎によって編算された。 そうし、日本伝では、その地東西南北、おのおの数千里なり、西南は海にいたり、東北隅はヘダツルに大山をもてす。山外はすなわち、盲人の国なりとした上で、洋広し元年に日葬した、日本人像の長年の伝えたところとして、アメノミナカヌから、ヒコ連村までの約二十三世、神武天皇から、森平天皇までの、約六十四世を歴記し、 国中に、五教の書及び仏教、白、巨州七十巻あり、並びに、中国より得たり、ドア五国によろしくして麦少なし、糸解雇を三し、多く絹を折る、薄吉愛すべし、四字の干書は、大いに、中国にたぐいすと記し、東の奥州で黄金を算出し、津島のことと思われる、西の別島は白銀を出だし、などと記している。日本の地理などの情報は、 全体的にほぼ正確に伝えているが、蔡、蔵王氏など事実と異なった記述も一部ある。また、終始、クビライカーン記によると、東南方、寛海中、女じかと高来地方沿岸近くに、王島があり、それは自慢宮という名前である。四百ファルサング離れているとあり、女、時期、高来などから、東南海上の彼方に大岩町に敵対する、地域として、 日本国の御社とおぼしき、JMNKW と呼ばれる大島についての記述がある。地理学者イドリースイーの1154年制作の世界地図。上が南方向となっており、南方全体から東方にかけてをアフリカ大陸が覆う。地図の左端、アフリカ大陸東端に近邸で描かれた山があり、ワークアークと書かれている。上記のごとく。 マルコポーロのジパングが日本のことを指すという見方が現在一般的であるが異説もある。などの理由からジパングと日本を結びつけたのは16世紀の宣教師の誤解であるとする説もある。また、ジパングの語源としても元が遠征した東南アジアの小国家軍を示す諸バンコ国の名であるとする。また、イスラーム世界に伝わった日本の旧称、 和国に由来すると言われる、ワークワークないし、ワクワークは金山を有する土地として知られているが、ワクワークに類する地名は、アラビア語、ペルシア語による地理書や地図において、アフリカや東南アジアによく見られる地名でもあり、日本のことを指したものではないとする説もある。ありがとうございます。